ニンニク油をね、やっていきます。はい、どうもー、猫かぶり系料理研究家のリュウジです。はい、ということですね、何を猫かぶってるかというと、僕の地上波の姿ですね。今日ね、昼なんですやってたんですよ、昼間に。お前何をやってんだと思いました。今酔っ払ってるんで言いますけども、この状態で僕が昼なんですって言ったら間違いなく干されますんで、そんな料理研究家が作るアヒージョです。アヒージョ、まあ、僕ね、アヒージョのレシピはちょこ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 やってたんですけども、今回はですね、それアヒージョにするみたいなやつがあります。何かというとですね、やっていくうちに分かると思います。これ最高に美味しいアヒージョ、皆さんに伝授させていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、まずですね、材料なんですけども、今回は長ネギとニンニク2つ長ネギを切っていきましょうか。長ネギをね、でもね、こう斜め切りにする。これ斜め切り、今回ね、太くて立派な長ネギだったんで、こんな感じで切っていきます。で、このね、長ネギね、今回青いところも使うんですけども、青いところを使うときはこのね、ここで砂噛んでる場合はね、砂洗って落としてください、ね、はい、はい、全部落としていく。はい、相手こんな感じ。これね、3分の1は 60g ぐらいですからね。ニンニク、ニンニク、これね、香り出し、ね、アヒージョって言ったらね、ニンニクのね、オイルで煮る料理なんで、まあ、粗みじんにこんな感じでしていこうかなって。で、まあ、ザックザックとこう潰してからスライスにすると結構粗みじんになりますんでね。なんとですね、これで下ごしらえがもう OK。ではですね、やっていきたいと思います。まずここに取り出しますわ。もうちっちゃいスレッド、これぐらいちっちゃくていいですね。なければこれぐらいの鍋とかフライパンで結構です。で、ここにオリーブオイルも大さじ4杯。はい、で、ここにニンの肉を入れます。はい、弱火で熱するんですよ。あ、でも最初は強火ですよ。ふつふつってなってきたら弱火。で、これですね、ニンの肉がパタ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 してきたら、ここで弱火に落とします。ここでこれタガの爪、本文って書いてあるんですけども、まあ別に好きなだけ入れていいです。僕はこれぐらいですかね。はい、ここまで来たら、これネギです。今回はですね、このネギをしんなりとさせます。あとはね、火通っていくんで、ここで本日の厳選食材、うー、ネギにこの豆を入れていきます。そう、ここに入れちゃうんですよ。そしてここで、まあ、納豆とネギに非常に合うこの白だしです。僕はね、ヤマキの白だしを使ってます。で、これを大さじ1杯ここに入れる。これで完成なんですけども、これアヒージョってほらパンつけるじゃないですか。賢明な皆さんは多分このこれが出来上がる前にやっていただいて、まあ別にそれはもう後で温めればアヒージョはいいんで。で、このパンね、パンをトーストしてください。うちトースターがあるんで、いや、ちょっと5分ぐらいで、はい、ということで、こちらで納豆のアヒージョの完成です。では、できましたので、いただきたいと思います。いただきます。ああ、よもやお主とやり合うぞ。あの、わしは手加減せんぞ、手加減せんぞ。じゃあですね、これ最高にうまいんですよ。じゃあ、たっぷりとこのネギと糖の香りを移ったこれね、これいただきます。これ最高にうまいね。なんかね、納豆の家の嫌な感じが全くしない。いやいや、これね、これうまいよ。ということでですね、この納豆のアヒージョ、これでも、ね、作ってみたら分かります。マジで美味しい。そんな最高なアヒージョになってます。僕のアヒージョ史上
粒子的アヒージョ史上最高のアヒージョでございます。なのでぜひ皆さん、この美味しさ一緒に体験してください。最高のちょっと待って唐辛子がちょっと気管に入ってしまんねえな、この動画。